令和新選組。夜の街クラスターみたいなこと言ってますけど、何を夜の街だけ悪いもんにしてんねんっていう話なんですね。そうじゃないだろう。満員電車クラスターとか会社クラスターとかそんな言い出したらキリないですよ。コロナウイルスに対する PCR 検査などの体制をもっと広げていかなきゃいけない。現在の東京都1日あたりどれぐらいの検査やってますかってことなんですけども、1800ぐらい、少なすぎますよ。これじゃ実態わかんない。実態をちゃんと見るためには検査数上げるしかない。1日で最大能力として20万ぐらいの検査が行えるという体制を、これ大至急作っていかなきゃなんない。1日20万ということで考えるならば、1400万都民が第2波が来るまでの70日間を使ってどういう状況かを把握していく。経済と命と、これ両輪なんですから、どっちか選べなんて無理ですよ。東京都民を守る力を貸してください。